地震における震度とは、地震動の強さを表す尺度を言う、光学的震度という場合、主に地震動の加速度を言う、地震動の強さを表す尺度として、気象庁震度階級は、便利なもので一般にも広く普及しているが、当初は個人の主観に頼って階級判断されていたこともあり、客観性のある尺度としては、不十分なものであった。そのため、 建築物の耐震設計などをするにあたっては、科学的に正確な尺度として用いることができず、別途地震動の強さを表す、工学的定義が必要となる。現在においては、以下の加速度による定義がよく用いられている。1916年に、佐野力は、著書、家屋耐震構造論の中で、耐震計算をするための尺度として、地震動の強さは、 地震波の最大加速度 α に比例するものと考え、α の重力加速度 G に対する比計を震度と名付けた。現在においては、光学的震度とも呼ばれる。差の震度 K イコール αG ディスプラスタイル、K イコール αG 地震動による水平加速度 αH、延直加速度 αV が問題となるときは、K1 イコール αHG、G kv イコール αv, g, ディスプ l ス y s t y k, h イコール α, h, g, k, v イコール α, ル v, g とし、それぞれ水平振動及び延直振動と呼ぶ。なお、耐震設計においては、基本的に水平振動が問題となる。この振動概念の導入は、物体が自振動を受けることによってかかる力の算出を感明にした。今、 重量 w キログラム重の物体がアルファギャルの地震動を受けたとする。この時、物体の質量を M とすると、ニュートンの運動方程式から地震力 F は F イコール Mα、ディスプラスタイル F イコール Mα となる。ここで重力加速度は地球上ではほぼ一定の G であることから M イコール WG となるので、F イコール Mα イコール WGα。 ディスプラスタイル F イコール M アルファイコールフラック WG アルファイコール W イコール KW ディスプラスタイルレフツイコールキロワットが導かれる。すなわち重量 W キログラム重の物体が震度 K の地震動を受けるとき地震動の方向に地震力回イコールキロワットを受けることとなる。一般には地震の強さは 地震はの加速度に比例すると考えられ、主に光学的震度計が用いられているが、震害の大きさは一概に、光学的震度計に比例するわけではないこともあり、他にも定義が存在する。ハウスナーのスペクトル強度ハウスナーは、地震の強さを測る強度として、応答速度スペクトルと呼ばれるものを、周期0.1セックから2.5セックの間で平均し、 si イコール12.4 0.1 2.5 svdt ディスプラスタイルフラック1 2.4 int 0.1 2.5 svdt という量を定義しこれをスペクトル強度と名付けた2007年のペルー自身の震度分布図海星メルカリ震度基準ですぐすの推定によるもの地震度の強弱を表す尺度としては震度階級 または単に震度階と呼ばれるものもある。それぞれ揺れの違いがある10前後のレベルで表現され、世界では地域により定義の異なるいくつかの震度階級が用いられている。現在の日本では気象庁震度階級が使われており、日本では一般的にこれを震度と呼ぶ。なお、震度階級と光学的震度の強さは一概には比例しない。震度階級は、 断層破壊で放出されるエネルギーの大きさを表すマグニチュードとは異なり、観測する地点によって全く異なる。なお、マグニチュードが大きな地震ほど最大震度階級も比例する形で大きくなる関係にある。震源が浅い直下の地震では、マグニチュードの値と気象超震度階級の値がほぼ同じ数値になることが経験的に知られていて、 例えばマグニチュード4程度の地震では最大震度は概ね4以下となることが多い。ただし地盤の硬さや震源の深さなどにより最大震度は比例関係から外れ大きくなる場合がある。その地震によって各地で観測されたうち最大の震度階級を最大震度階級という原則として震度階級は震源からの距離に逆比例し、 震源から遠いほど震度階級は小さくなる。最大震度階級は、震源の直上である、震央付近となるのが普通で、震度階級の広がりを地図上に表すと、同震源に近い分布をとる。震度の階級表は、国際的に統一された標準的な規格はなく、それぞれの国や地域が採用した、いくつかの指標がある。主な海外で使用されている、震度階級としては、 以下のようなものがある。なお、それぞれの震度階級の間で、数式などを用いて、対応関係を示すことは難しい。また同じ震度階級でも機関によって、運用や基準が異なり、単純に同じとは見なせない場合がある。各国の気象機関で公式に使用する震度を、定めていないところも多いが、メルカリ震度階級を使用するところが多い。 気象庁震度階級日本の気象庁震度階級は、現在では機械による計測値、いわゆる計測震度を使用しており、デジタル震度計が観測した計測値を10段階に換算して気象庁が発表している。また気象庁は地震や津波の早期周知のため、地震発生数分以内に報道機関などに震度を含めた地震情報を発表している。 震度三以上の場合は、都道府県を数個に区切った地域ごとの震度、その後に地点ごとの震度という形で段階的に詳細な情報が発表される。大規模な地震では、その後にデータを詳細に分析するなどして、推計震度分布図も作成される。なお、日本以外の多くの地域では、加速度計や地震計といった機械のデータも参考にされるが、主に人体感覚や、 被害の程度などを総合的に加案して人が判定している。日本でも1996年9月までは気象台の職員が体感や被害などから判定していた。ロッシフォレル震度階級、ロッシフォレル震度階級は1873年頃に出てきた地震の強さを i から x の10階級に分類した震度階級である。x の適用範囲が広すぎること。 ヨーロッパの生活をもとにした基準であり、メルカリ震度階級が出てきたこともあり、次第に使用されなくなった。メルカリ震度階級メルカリ震度階級は、ロッシフォーレル震度階級から発展したもので、1九百二年頃に出てきた十三階級からなる、震度階級表である。後に何度か修正が重ねられ、メルカリカンニーニシーベルグ震度階級が提案され、九百三十一年には、 メルカリウッドニューマン震度階級となり、現在では愛から12の12階級からなる修正メルカリ震度階級という、アメリカ、韓国などの国で使われている、メドベーデフシュポンホヤーカルニク震度階級。メドベーデフシュポンホヤーカルニク震度階級は、ヨーロッパでは日本の気象庁震度階級とも修正メルカリ震度階級とも異なる、別のものを使用している国があり、 国際間の情報交換に都合が悪かったことから、国際的に統一した深度階級として提案された愛から、12の12階級からなる階級表である。1964年の会議の議題となったが結局、見送りとなり、国際的な統一とはならなかった。CIS 諸国、東欧諸国、イスラエル、インドなどで使われている。中国度階級中国度階級は、 1980年頃に出てきた中華人民共和国で使われる愛からエルブの12階級からなる深度階級表であるヨーロッパ深度階級ヨーロッパ深度階級はヨーロッパ地震学委員会によって1988年頃に提案されヨーロッパ各国で1から12までの12階級からなる深度階級表である中央気象局深度階級中央気象局深度階級は 台湾の中央気象局が2000年に制定した1996年9月30日以前の9気象庁震度階級を参考にした例から7の8段階の震度階級であった2020年1月1日より従来の5級と6級を5弱、5強、6弱、6強に細分し気象庁震度階級を参考にした例から7の10段階の震度階級に変更した ありがとうございます。